10.91 9.49 さあ、新井さんも練習速攻で9秒2が出てますね。これは相当速いけど、歩夢君は今練習走行では9秒3ですから9.42。新井さん、これが本番で出せれば自己ベストを大幅に更新。10.34。10.73。23.67。10.62。はい、それでは間もなく練習終了です。 9.46 プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、それではスタートします。出走順は歩夢くん、新井さんの順で1人ずつです。それでは手空いてる人はマーシャルお願いします。2分間でベスト1ラップだけ取りますので、十分車間空けて走った方がいいと思います。それではスタートします。レースを開始します。アムスタート、アライスタート。はい、計測開始。タイムをまず締め、9秒47、アライさん10秒70。下に締め、アイム君が9秒34。さあ、新井さん9秒入った。9秒89。さあ、新井さんの9秒89は自己ベストを更新です。歩夢くん9秒23。さあ、残り時間が1分になります。現在4周目、歩夢くんマークした9秒23がベストタイム、新井さんは3周目にマークした9秒89がベストです。さあ、新井さん前の週も9秒台出しています。さあ、新井さん9秒818、自己ベスト更新、残りが30秒。さあ、残り間もなく10秒になります。さあ、あとお互い2周ずつかな。さあ、歩夢君これが最終周です。さあ、新井さんもこれが最後。アムゴール。はい、歩夢君ゴール。レース終了です。ゴールです。マシンを回収してください。今日のトップタイム、新井さんも自己ベストを更新、9秒818です。何だったの。小松さん大丈夫ですか。もうちょいいける。あ、細かった、細すぎた。広げてもさ、熱で死なっちゃった。ああ、間違えた。
多分ことになるよ。ハサミ多分そこないですよ。ある？あったあった。歯がダメ？ノリがついちゃってるんですか？いや、さあ、こういう、なんかプラとかバリバリ切ったんじゃない？人んだと思って。はい、それでは2組目、コースオープンします。小松さんと松岡さんのヒートです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは小松ストック、松尾一。小松さんは前回9秒107、前回の参加者の中で一番速いタイムをマークしています。あ、ごめんなさい、小松さんが9秒272、松岡さんが9秒107マークしています。松岡さん、ポンダ OK。 松岡さん、前回なんか車が違ったんだっけ？リフェルした？そうです、プロボと車が、車がなくて。そこそこそこ。はい、練習時間が残り 21.85 45秒。取れてる？ 9.76。 途中で止まる。はいはいはい。小松さんが数周練習したところで、レーススタートしてきます。 26.94。 9.68。 はい、今度は2台とも確認取れました。はい、じゃあ小松さん、これ最終周で。マップラクティス終了です。はい、ここで練習終了。スタートラインに車を並べてください。スタート順は小松さんが先です。続いて松岡さんの順でスタートしてください。はい、マーシャルありがとうございます。それでは2分間スタートします。レースを開始します。小松ストックスタート。松尾一スタート。はい、計測開始です。最終目、小松さん9秒236。さあ、トップタイムまであと100分、1000分の3秒。
松岡さんは1周目12秒台。さあ2分間のベスト1ラップだけ取ります。さあ小松さんが1周目に9秒236、歩夢くんのトップタイムまであと1/1000秒。さあ松岡さんはちょっとまだタイムが出てないですね。さあここで来た9秒734、現在これ総合3番手タイム。さあ松岡さんが9秒351、前小松さんとあと 0.1 秒。1分経過、残りが1分。さあ小松さんはずっと9秒2から9秒3で回ってます。ペース的にはかなりいい。この週も小松さんは9秒2で回ってきている。残りが30秒。さあ残りが20秒です。さあ小松さんあともう1周できるかな。松岡さんもあともう1周できると思います。さあ小松さんがおっと来た、ここで9秒198トップタイム、ラストに入っています。2台とも小松ストップゴール、はい、小松さんゴール、レース終了です。はい、ですマシンを回収してください。迎えた9秒198は自己ベストでもあります。松岡さんは9秒351でゴール。はい、それでは予備予選の最終組コースオープン。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは山田竹03 TTF03。 さあ山田さん前回9秒290とすごいハイタイム残している。竹内さんも9秒537ベストが残っています。高橋さんはここまで9秒588がベスト。竹内さん OK です。黒子入ってる。なんか動いてた。はい、それではポンダーの確認からお願いします。10.27。はい、練習時間が残り1分。はい、高橋さん OK です。山田さんも OK、 全社 OK。 23.32。15.26。さあ山田さんこの中では1人9秒台、9秒76で待ってます。11.67。まもなく練習終了です。 T プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。出走順、山田さん、竹内さん、高橋さんの順です。
山田さん、竹内さん、高橋さんの分、はい、ありがとうございます。それでは2分間予備予選スタートします。レースを開始します。山田スタート、竹03スタート、 DTF03 スタート。はい、全車計測開始。最終目、山田さん11秒台、竹内さん10秒3。高橋さん1周目15秒台、山田さんが9秒89をマーク、竹内さん10秒22。さあ山田さんが9秒61。さあ山田さんの9秒61、総合4番手タイムです。さあ山田さん9秒561、総合4番手。高橋さん12秒74。さあ山田さんが9秒45。前の松岡さんまであと 0.1 秒。さあ山田さんが総合3番手をかけて、走行しています。あと 0.1 秒。残りが1分。おお。さあ 竹内さんは2周目にマークした10秒22、高橋さんは3周目12秒74がここまでのベスト。さあ山田さんベスト更新9秒443。さあ前の松岡さんまであと 0.08 か。さあ竹内さんも9秒台入っています。9秒695、総合5番手タイム。残りが間もなく10秒です。さあ高橋さんこれ最終周、山田さんも最終です。前者これが最終周。山田ゴール、山田さんゴール。竹ゼロ、レース終了です。松岡さんのタイムを破ってきた。マシンを回収してください。総合3番手に上がってくる。さあ、山田さんのそうですね、9秒308総合3番手、竹内さんは9秒695で総合5番手、高橋さん12秒74で現在総合7番手です。はい、それでは予選1回目は新井さん、竹内さん、高橋さん、これが1組目になります。2組目が残りの4名でやっていきます。それでは1組目、新井さん、竹内さん、高橋さんは25分からスタートしましょう。流れ落とすところだった。コンプレッサーがないからね。コンプレッサーあればな、楽にシャーできるよ。なんかそういう部屋とか作れない。いや最初そういう話もあったんだけど、掃除がすげえ大変だと思う。
あれ、新井さんマシン変えた。あ、練習。あ、はい、了解。練習、違う気持ちのやつは。いや、こっちが調子よければ、こっちに変えよう。ハイダー付け替えたばっかなんで。ああ。やる気もあるじゃないですか。お乳の何やって。とかないと。はい、それではどうする、新井さんどうする、マシンは。あ、変えます。これにする。あ、変えるって前のやつね。はい、了解です。はい、それではコースオープンします。よいしょ。プラクティススタート。新井さん、高プラクティス時間は2分。コースをオープンします。さあ、竹井さん、出走ドライバーは竹03、新井 TTF03。 新井さんは18周目前、17周1秒ベスト。高橋さんは17周同じく18周目前、17周2秒がベストです。はい、竹内さん、高橋さん、 OK です。はい、全車ポンダ OK。じゃあ練習時間残り1分。 16.72。 28.27。 練習走行で一番速いタイム出してるのは新井さんです。10秒01。竹内さんが10秒16。10.40。高橋さんが9秒台。10.07。練習時間が残り15秒。さあ、竹内さんも9秒台練習走行でマークしています。10.07。さあ、新井さんも9秒台入って、全車練習走行で9秒台入ってきています。 33.35。 はい、まもなく練習終了です。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。何がなくなっちゃったの。はい、それでは行きましょう。出走順、竹内さん、新井さん、高橋さんの順です。それではスタートします。レースを開始します。竹03スタート、新井スタート、 DTF03 スタート。はい、全車計測開始。18周に入るとかなり速い方です。さあ、1周目、竹内さん9秒74、新井さん10秒66、高橋さん9秒65。1周目は高橋、竹内、新井の順。さあ、2周目、竹内さん9秒67、新井さん10秒02、
さあ竹内、高橋、新井の順です。まだ1秒の中に3台入ってる。おっと、ここで竹内さんがクラッシュしていた。順位が変わってくるかもしれません。さあ新井さんが9秒台、9秒97、新井さんがトップに変わっています。2番手が高橋さん 2.5 秒差、3番手が竹内さん 0.7 秒差。さあ1分経過、残り2分です。さあ新井さん早く走ろうとしないで、そのまま。さあここでベストは竹内さん9秒65はこのヒートでトップタイム。再び竹内さんトップに変わります。2番手新井さん、3番手高橋さん。さあ高橋さん3番手はトップ集団と2秒差です。さあここで新井さんベスト9秒978、折り返しの1分半、トップの2台、竹内さんと新井さんは18周ペース。さあトップの竹内さんが11周目、新井さんが11周目、 0.4 秒差で追う。さあ残りが1分です。さあ新井さんがトップに近づく、 0.2 秒差。さあこの週新井さんがトップに変わる、竹内さん2番手です。さあ残り40秒です。さあ新井さんつながったら先に行かしちゃった方がいいかもしれない。その方が結局なんかそのままおかしいか。あ、大丈夫大丈夫。新井撃沈。残りが20秒です。残念、新井さん。これで3番手落ちる。高橋さんが2番手上がってきてます。さあ、間もなく時間となりますよ。竹内さんはこれが最終周。新井さん、これが最終。竹ゼロさんゴール。竹内さんゴール。高橋さんまだ。新井さんまだね、新井さんまだ。はい、新井ゴール。レース終了です。マシンを回収してください。トップゴール、2番手高橋さん、17周14秒。3番手新井さんが16周15秒でした。いやー、もったいね、新井さん。お説教でした、お説教。そう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 。はい、それでは2組目、小松さん、歩夢くん、山田さん、松岡さん。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは小松ストック、アム、山田、松尾一。さあ歩夢くんは模擬レース3分間はコースレコードを持っています。20周の5秒。そして小松さんが19周1秒、山田さん19周3秒、松岡さんが19周同じく3秒か、1人20周で、あとは小松さんが1秒、松岡さんと山田さんが3秒です。19周3秒。松岡さん、歩夢君 OK。はい、小松さん OK。 9.39。 はい、全車ポンダ OK です。練習時間残り1分。 9.69、 17.02、 9.63。9.71、9.39。練習ヒートで一番タイムが出ているのは歩夢くんです。その次は小松さん。
松岡さん、山田さんと続く。さあ小松さん、これ練習走行のトップタイム 9.56、 9.45。 練習時間が残り30秒。 10.26、 16.13、 14.50、 9.59、 9.44。9.52、 9.48、 はい、まもなく練習終了です。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、予選1回目出走順は小松さん、歩夢くん、山田さん、松岡さんの順です。小松さん、歩夢くん、山田さん、松岡さんの順、それではスタートします。レースを開始します。小松ストックスタート、アムスタート、山田スタート、松尾一スタート。はい、乗車計測開始。1周目小松さん9秒35、歩夢くんは9秒35、山田さん9秒74、松岡さんが9秒94。2周目小松さん9秒30、歩夢くんが9秒33、山田さん9秒54、松岡さん9秒64。さあ歩夢くんがミスをしていたようだ。現在トップは小松さんです。2番手が山田さんですね。3番手が、いやごめん、松岡さんが2番手、続いて山田、歩夢の順。さあ小松さんがトップタイム9秒26。さあ、あっとまた動いているが、小松さんが何かおかしい。コースレコードペースだった小松さんですが、ちょっと残念ですね。今はコースに戻ってますが、トップに松岡さんが勝手に出てきてます。2番手小松さん、3番手山田さん、4番手歩夢くんです。さあ山田さん、ここでベスト9秒53。さあ小松さんが3番手に落ちる。何かおかしい。さあこれで歩夢くんが3番手上がってきます。松岡、山田、歩夢の順。さあ現在トップ松岡さんです。2番手が山田さん 1.1 秒差、3番手歩夢くんが 2.9 秒差。さあ歩夢くん、速いのは分かるけど前はトップのマシンだからね、当てちゃダメよ。さあここでベスト歩夢くん9秒29。さあ時計は残りが1分になります。トップはここでまだですね、山田さんトップです。2番手が歩夢くん、3番手松岡さんか。ただ3台の差がほとんどない。 0.4 秒の中で争っている。残りが40秒。松岡さん9秒73ベスト。さあこの週トップは松岡さんです。2番手歩夢くん、3番手山田さん。さあ 0.4 秒の中で3台が争っています。残りが15秒。歩夢くん9秒289。さあ今週歩夢くんがトップに変わる。2番手松岡さん、3番手山田さん、 0.9 秒の中に3台。さあ間もなく時間となってきます。さあ前者あと1周かな。歩夢くんこれが最終。松岡さんもこれが最終です。山田ゴール、アムゴール、歩夢くんゴール。松尾1ゴール。トップ歩夢くん19周6秒、2番手松岡さん19周7秒、3番手山田さんが18周3秒、小松さんは残念ながら10周目でストップです。レース終了です。マシンを回収してください。はい、それでは予選の2回目、同じ組み合わせでどうしよう。
42、3分からスタートします。5分後5分後42、3分からスタート。竹内さん、高橋さん、新井さんのヒート。高橋さん、マシン買えんの？今、竹内さんからのレンタカーで。ああ、そういうこと。はい、それでは時間になりましたのでコースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは竹03、TTF03、新井。どっち？じゃあまた今度は変わるね。はい、竹内さん OK。 新井さん OK。 11.75、 14.77。11.29。
14.19。10.86。15.06。10.82。10.82。はい、全社ポンドは OK です。11.46。10.78。ゴール。11.15。はい、まもなく練習終了です。11.41。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。スタッカースタートの順番は、竹03、TTF03、新井。ちょっと待ってくださいね。これで。ちょっとフォンダー書き換えたのがちょっとうまくいかなかったのでもう一回見ます。高橋さんが0773 0773。はい、お待たせしました。それではスタートします。出走順、竹内さん、高橋さん、新井さんの順です。それではスタートします。レースを開始します。竹03スタート。はい、2番手スタート。新井スタート。はい、全車スタートしてください。さあ、1周目竹内さん10秒7、高橋さんが9秒7、新井さん1周目は10秒9。高橋、竹内、新井の順。さあ、2周目竹内さん10秒21、新井さん10秒23、高橋、竹内、新井の順です。さあ、ここで竹内さんが9秒で走った、9秒68。さあ、トップ争い、高橋さんと竹内さん 0.9 秒差、3番手新井さんが前と 0.9 秒差。さあ、トップ高橋さんがロスター、竹内さんがトップに変わる、2番手新井さん1秒差、3番手高橋さんが 0.8 秒差。さあ、現時点でトップは竹内さんですね。2番手新井さん 1.7 秒差、3番手、高橋さん 1.2 秒差です。1分経過、残り2分。さあ、現在トップの2台、竹内さんと新井さんは自己ベストペースです。新井さんは18周乗るか乗らないかギリギリのところ。さあ、ここで新井さんがベスト10秒13。さあ、折り返しの1分半経過しています。新井さんがゴール予想18周出ています。さあ、竹内さん、ちょっと今の周ロスタが自己ベストは狙えるペースです。残り1分、まとめていきたい。さあ、残り1分切っています。トップは竹内さん、2番手新井さんが2秒差で追う。さあ、高橋さんは前新井さんと12秒差。残りが40秒。さあ、新井さんが自己ベストとなる18周ペースを守っています。高橋さん9秒62、このヒートのトップタイムをマーク。残り30秒。さあ、高橋さんが出てきた、9秒603、ヒートトップを更新。さあ、残り間もなく15秒。さあ、トップ竹内さんが17周目に入っている。さあ、新井さんがこれで竹内さんと同一周回 4.3 秒差。
ゴール予想18周変わらず。さあ、まもなく時間です。高橋さん、これ最終。新井さん、これ最終。竹ゼロさんゴール。竹内さんゴール。TTF ゼロさんゴール。高橋さんゴール。はい、レース終了です。マシンを回収してください。4秒8なので、お、自己ベストを更新です。0.2 秒更新。新井さんはやっと18周来た。18周9秒。高橋さん、今回17周8秒でゴールです。はい、それでは続けて予選の2組目コースオープンしていきます。歩夢くん、松岡さん、山田さん、プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはアム、松音地、山田、小松ストック。はい、小松さんポンダ OK です。練習時間が残り2分。9.97。9.33。9.35。9.34。9.34。練習時間が残り1分。9.25。あゆくん OK。松岡さん OK。9.38。練習時間が残り間もなく30秒になります。 9.80。 9.31。 9.51。 9.26。 トップタイム出しな小松さんです。2番手タイムは歩夢くん、3番手タイム松岡さん。9.52。17.03。 山田5、プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、それではレース始めていきます。出走順、歩夢くん、松岡さん、山田さん、小松さんの順です。歩夢、松岡、山田、小松の順。それではスタート、大丈夫、はい、それではスタートします。レースを開始します。アムスタート、松尾1スタート、山田スタート、小松ストックスタート。はい、全車計測開始。最終目、歩夢くん9秒38、松岡さん9秒97、山田さん9秒82、小松さん9秒22、小松、歩夢、山田、松岡の順。2周目、歩夢くん9秒29、松岡さん9秒48、山田さん9秒49。さあ、歩夢、小松に変わっています。3番手が山田さん、4番手松岡さん。
さあ現在トップ争い、歩夢君と小松さんが 0.8 秒差、3番手山田さんトップ集団と4秒差、4番手松岡さんが 0.9 秒差。さあまずは争いは2台ずつですね、トップ争いと3番手争い。さあここで松岡さんが9秒47、松岡さん3番手上がってきます。4番手が山田さん。1分経過、残り2分。さあ山田さんベスト9秒441。さあこの週小松さんトップに変わります。2番手 M 君は100分の9秒差、3番手山田さんが7秒差、4番手松岡さん 4.5 秒差。さあこのままのペースでいくと小松さんが総合トップに上がってきそうです。折り返しの1分半、トップの2台、歩夢君、小松さんと歩夢君は20周ペースです。3番手山田さんが18周ペース、4番手松岡さん17周ペース。さあ小松さんがちょっとしたミス、15台、トップが歩夢君に変わる。さあここで歩夢君が今日のトップタイム更新、9秒194。さあ20周乗っけてきそうなのは歩夢君だけに変わった。2番手小松さんと差がどのぐらいだ、松岡さん9秒46、前とは6秒差。さあ小松さんここでトップタイム塗り替える、9秒179、残りが間もなく30秒。さあ小松さんトップとは 1.6 秒差、残り30秒。さあトップ赤いマシン歩夢君が18周目に入っています。ゴール予想は20です。青いマシン小松さんがトップと同一周回、 1.6 秒差、やはり小松さんも20周ペース。さあ間もなく大時計3分になります。小松さんこれが最終周かな、もう一周できるかな。歩夢君20周目入っている。さあ小松さんも順調に下入った、20周入りました。アムゴール、歩夢君はここでゴール、山田ゴール、山田さんゴール、松尾1ゴール、松岡さんゴール、小松さんも20周巻き、レース終了です。トップ歩夢君マシンを回収してください。2番手小松さん20周8�秒、山田さん18周5秒、松岡さんが18周8秒でゴール。小松さんの20周8秒は自己ベスト更新です。直線避ける、すみません、いや、お友達だったんです。はい、それでは決勝の1回目は竹内さん、新井さん、高橋さん、決勝2回目が歩夢君、小松さん、松岡さん、山田さんの順でやっていきます。じゃあ9時から1組目、竹内さん、新井さん、高橋さんいきます。
はい、それではそろそろ時間になりますので決勝レース一組目始めていきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは竹03、新井 TTF03。 高橋さん、さっきと同じマシン、はい、はい、竹内さん OK です。はい、ごめん。はい、全車ポンダ OK です。練習時間が残り30秒。 10.89 13.14。 12.13 14.45 10.07 10.50。はい、それではここで練習終了です。10点なプラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、それでは誰か並べてあげてください。前から竹内さん、新井さん、高橋さんの順です。竹内さん、新井さん、高橋さん。はい、歩くん、ありがとう。それではスタートします。3分間決勝レースです。トップの選手が計測ライン通ったとこから3分間です。それではスタートします。レースを開始します。はい、全車計測開始してます。さあ、1周目は予選の成績順です。竹内さん、新井さんの順。さあ、高橋さんも1周目終えてます。さあ、2周目入ってくる。さあ、トップ2台は9秒台。竹内さん9秒74、新井さん9秒89。さあ、高橋さん10秒41でトップを追う。6秒差。30秒経過です。さあ、高橋さんがここでヒートトップ9秒64のタイムをマーク。さあ、なんとオレンジ色のマシン、トップ竹内さん、このまま行くと19周です。19周ペース。新井さんも自己ベスト更新ペースです。高橋さんも自己ベスト更新ペース。さあ、まだ1分経過したところ、残り2分です。さあ、竹内さん、このヒートのトップタイム9秒57。さあ、現在トップ竹内さん、2番手新井さんが 2.5 秒差。3番手高橋さんがこれで新井さんと同一周回 9.2 秒差。さあ、ここで折り返しの1分30秒です。トップ変わらず、竹内さん10周目に入っている。19周ペース変わらず。さあ、オレンジ色のマシンがトップです。2番手が新井さん、黒いマシン。さあ、ここで2番手争い変わってきましたね。2番手高橋さんが上がってきた。3番手が新井さんです。ただオレンジ色の新井さんはもう全車すでにラップしています。1周ラップしている。残り1分です。おっと、竹内さんもちょっと2周ロスがあった。
自己ベストペースではあるが、ちょっと19周危なくなってきた。残り50秒。さあ2番手高橋さんが現在13周目、新井さんも今13周目、その差 2.3 秒差。さあ残り40秒でトップオレンジ色のマシンがどこまでベストを伸ばせるか。さあここでベスト新井さん9秒753、これ自己ベストです。さあ新井さんが9秒697、ベスト連発。2番手争いが 1.5 秒差。おっとここでトップのマシンが止まっていたが戻ってる戻ってる。さあ2番手に今度新井さんが再び上がってきているようです。さあ間もなく時間になります。 TTF03 ゴール、ゴール竹03ゴール、竹内さんゴール。はい、新井さんのゴールレース終了です。トップは竹内さん、マシンを回収してください。4秒1。2番手新井さん17周10秒、3番手高橋さんが16周1秒でゴール。はい、それでは今日最後のレースコースオープンします。よいしょ。歩夢くん、小松さん、プラクティススタート、プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはアム、小松ストック、松尾内、はい、山田、OK。22.66。練習時間が残り1分半。山田さん OK、 小松さん OK。 11.60。 はい、全車ポンダ OK です。練習時間残り1分。12.78、10.16、9.79。9.67、9.39。9.47。練習時間が残り30秒。さあこの練習ヒートでトップタイムは小松さんですね。2番手タイムが歩夢くん、3番手タイム松岡さん、4番手タイム9.74、山田さんです。9.47、10.75。さあトップタイムが変わりました。10.34、歩夢くんと思ったら小松さんそれを塗り替える。小松さんがトップタイム、まだ始まってない、練習です。9.53。はい、まもなく練習終了です。あ、プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、それではスタートします。並べてあげてください。前から歩夢くん、小松さん、松岡さん、山田さんの順。はい、トト2番手が小松さん、3番手松岡さん、松岡さんで4番手が山田さんです。はい、新井さん、高橋さん、ありがとうございます。それでは最後の3分間のレーススタートします。
レースを開始します。さあトップ歩夢君はふらついたぞ。2番手小松さんがぴったり後ろ。さあ松岡さんもついていく。さあ2周目に入っています。山田さんがちょっと出遅れた。歩夢君は9秒1、小松さん9秒5、松岡さん9秒7、山田さん9秒7です。さあ小松さん9秒198。さあベストがトップ2台は全く一緒。さあトップ争い、歩夢君トップ、2番手小松さんが 0.4 秒差、3番手松岡さんが 1.8 秒差、4番手山田さんが、これで松岡さんと同周回、8.6 秒差、山田さん9秒68、松岡さんが9秒55。さあ時計はここで1分経過したところ、トップの2台、赤と青のマシン、これがトップ争い、ぴったり後ろついています小松さん、その差が 0.2 秒。さあ松岡さんトップと 3.6 秒差、4番手山田さんが9秒43のベストを出したところ、さあここでベスト松岡さん9秒39、トップ集団と 3.8 秒差。さあ小松さんここでミス、松岡さんが一気に近づく、抜いた、松岡さんが2番手上がってきます。3番手小松さん、ここで折り返しの1分半。さあトップ歩夢君がここで9秒169、今日のトップタイムを更新。そして今回も20周歩夢君は乗っけてきそうです。2番手松岡さん、2番手松岡さんがトップとの差が結構ありますね、5秒ある。3番手小松さん1秒差、4番手山田さんです、山田さん9秒350。さあ時計は2分になりました、残り1分です。2番手争い、松岡さんと小松さんだが、小松さん前に出てますね、再び小松さんが2番手上がってくる、ただトップとは6秒の差があります。残りが45秒。さあトップの赤いマシーンが山田さんの後ろまた迫ってきます。さあ小松さんもなんとかトップ追い詰めたいが6秒の差がある。3番手松岡さん 1.6 秒、残り30秒。さあ歩夢君は1人20周ペースです。現在17周目から18周目に入ったところ。さあ青いマシーンストレートは抜けてくる。小松さんがこれでトップと同一周回、6秒差、残り15秒。松岡さん小松さんと同一周回 1.5 秒差。4番手山田さんは現在1周の差があります。さあ間もなく時計3分になります。トップのマシーンが20周入ったところで今日のトップタイム更新、9秒16。小松ストックゴール、小松さんゴール、松尾1ゴール、松岡さんゴール、アムゴール、歩夢君ゴール、あとは山田さんです。はい、全車ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。2番手小松さん19周3秒、松岡さん19周5秒は松岡さんはこう違いますね、山田さんが18周17秒でゴール。